トリコいただきマスターは、島袋光年の漫画、トリコを原作とするデータカードダス。2011年4月27日稼働開始。開発担当は、ディンプス。2011年4月より、フジテレビ系列にて放送開始されたテレビアニメ、トリコを題材としている。データカードダス作品としては初めて IC カードが採用された作品でもある。 2013年6月6日には続編のトリコバッカリジャングルメが稼働した。1.1円玉を入れ、一人で遊ぶ、カードを買う、二人で遊ぶの中から一つのモードを選ぶ。2、一人で遊ぶを選ぶとカードが一枚払い出される。最大4連続でカードを購入でき、その都度リーダーの能力がランダムで上がる。三後日のトグのグルメショップ登場後、 グルメサバイバルがスタートし、ステージを選ぶ。1段ではステージごとに難易度が決まっていたが、2段からは、ステージ選択後に続けて難易度を選択する。4、キャラクターまたは、モンスターカードを3枚スキャン。最初にスキャンしたカードのキャラが、リーダーになり、ボーナスが得られ、戦闘中にスペシャルバーストを発動できる。次にエクストラカードを1枚スキャンできるが、しなくてもバトルに行こう可能。 キャラクターカード、モンスターカード、エクストラカードの3種類のカードがあり、そのうち、キャラクターカードとモンスターカードには、高、色、食、必ずのいずれかのバトルタイプがある。同じバトルタイプのカード3枚でデッキを組むと、必ずだと必殺技ゲージ1本追加、食だと最大 HP2000 アップ、高だとパワー1000アップのタイプボーナスがもらえる。また、サポートキャラ二人が、 モンスターで勝つタイプが一人でも違うと野生パワーが発生しパワーガードスピードがそれぞれ500アップするレアリティはノーマル一つ星レア二つ星レア三つ星レア四つ星レアの5つありがとうございます